Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. はい、皆さんこんにちは。本日はナチのマグロを食べよう。ナチのマグロを食べよう会なの今日。勝浦のマグロを食べよう。なるほど。前回私たちは南紀串本リゾート大島というキャンプ場で2泊3日のキャンプを楽しみました。最高だったね。はい、2泊3日ねキャンプして結構お疲れだったので、その翌日は道の駅すさみの横にあるフェアフィールドバイマリオと和歌山熊野古道すさみというホテルにね滞在しました。はい、でこのホテルがすっすごく良くて紹介させてほしいんだけど、まずね部屋からの景色がオーシャンビューで海がね一望できるんですよ。部屋によるけどね。そう、オーシャンビューの部屋だとお風呂が展望風呂で海が一望できるんです。海目の前。そう、海目の前。景色やばかった。そう、本当にすごい景色の中お風呂に入ることができるっていうその施設がすごい良くって、私たちはマリオットボンボイっていうクレジットカードを普段使ってるので、マリオットのねホテルのポイントを貯めてるんですよ。なのでポイント宿泊ができたので、お金使わずポイントで宿泊してきました。 その隣にね道の駅すさみっていう道の駅があるんだけど、そこもすごくよくって、いい、ね、車中泊がね公認されてる道の駅なんですよ。はいはいはい、レストランとかカフェとかもあって、そのレストランのご飯すごく美味しかったです。フェアフィールドバイマリオットの下にある温泉施設を利用することができるという、はい、正確に言うと道の駅がその温泉施設を運営されてるんですよね。そう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 。で大人1回800円でその海を一望できるお風呂に入ることもできます。いや、めちゃめちゃいいよ本当に。そう、道の駅から歩いて5分くらいだと思うので、その道の駅すさみ本当におすすめです。めっちゃおすすめ。あとね、なんか4日前とかに事前予約が必要なんだけど、その道の駅のレストランで夜ご飯をいただくことができるみたいです。車中泊者も夜ご飯を予約すれば食べられるそうなんで、はい、車中泊旅ホテル旅する場合はそのホテルと道の駅が本当におすすめです。はい、ここから今日朝スタートして、私たちは今那智というエリアに向かっております。はい、ここはすごいおすすめの声が本当に多かった場所で、那智の滝っていう世界遺産になった滝があるらしいんですよね。あとは勝浦のマグロが有名なんだって、うんね、めちゃくちゃ有名なんだって。そう、和歌山がねマグロ有名って知らなかったんですよ。俺も知らなかった、ね、今日お昼マグロ食べたいなって思ってます。はい、楽しんでいきたいと思います。行ってきます。快晴です。マジでいい今日。和歌山旅始まってからずっと天気がいいね。そうなんよ。まあ6月の上旬で梅雨のはずなのに、梅雨まだ入りしてないから、梅雨入り前直前だ、ね、来週から崩れ始めるっぽい。そうそう、このまま梅雨入りしないでくれって感じですけど、だからね、もうその間にねたくさん撮影して旅を進めていきたい。そう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 。お、海が綺麗だね。海今日の海綺麗だね。エメラルドグリーンに見えるわ。山に囲まれてるからね、海も山も楽しめるっていうところがすごいいいですね。そうそうそう。海沿いの道路が長くて気持ちいいよ、うん、ドライブ。ドライブ気持ちいいですか。結構ずっと海沿いだから。そうだよね。まず早速那智の滝に向かっております。読み方合ってんのかな、那智の滝でいいのかな、那智の滝かな。那智の滝ね、イントネーションがいつも難しいんだよね。海もイントネーションも分かる。そうそう、世界遺産に選ばれた滝っていうのはなかなかないよな。あれなんかさ、日本三名瀑さ、確かに和歌山とか言ってた気がする。和歌山って言ってた気がしない。どこだっけ。ね、あ、そうだ、ほら今調べたら那智の滝日本三名瀑の一つでした、うん、やばい。日光の華厳の滝と茨城の袋田の滝と和歌山の那智の滝、これが日本三名瀑なんだよね。やばいね。で、北関東の旅が旅始まってすぐで、そうそう、もう今から3年前ぐらいなんですよね、うん、でその時に日光の華厳の滝と茨城の袋田の滝に行ってて、そう、うわ、もうこんな早く日本三名瀑のうち2つはもう制覇しちゃってんじゃんみたいな。そう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 。で、またもう一個どこだろうって言ったら、うわ、和歌山かーみたいな。和歌山かいつやーって言ってたよね。そう、和歌山かいつだーとかっていう話をしてたんですけど、うんうん、来ましたかここで。今ふと思い出した。
あれみたいな、確か日本三名瀑って一つ和歌山じゃなかったっていう。めっちゃいいの思い出したな。叶うぞ、日本三名瀑揃うぞ。ちょっと嬉しいわ。嬉しい、ね、よかったね、見に行くことにして。マジよかった。やっぱね、滝とかもね、この旅してる間にいろいろ見てきたんだけど、うん、やっぱりその日本三名瀑に選ばれてる袋田の滝とかはめちゃくちゃ印象に残ってるもん、ね、うん、確かに。そう、圧倒されたの覚えてる、うん、そうそうそう。華厳の滝はもっと近くで見れたのに、うちらがその当時金なさすぎてケチってエレベーターに乗らなくて、あの近くから見ないでめっちゃ遠くから見た覚えがある。嘘でしょ、三大名瀑って言ってるのに。そう言ってんのに。確かそうだよ、団子とか食ってなかったな。食べた食べた、アユの塩焼きみたいなの食べてその金あったら近くで見ろよ、見に行けよっていうね。そう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 、うん、駐車料金500円だったね。そう、わ素敵。うどん、うどん、うどんそば、あ、いいね、おいしそう。名称直下133m だって。うわーすごい。おー、うわーすごいね。でも、うん、高さがすごい、落差がすごいわ。 133m すげえな。でも遠いね。遠い、もっと近づけるのかな。あの神社行ったらとか可能性ないのかな。あるかな。うん、これで広尾神社だって。広尾神社、うん、お、世界遺産那智大滝、お、見れそう。すごいね。うわぁ苔むしてる。めちゃくちゃ空気きれいだな。すごい木の高さ、うん、杉の木すごいね。めちゃくちゃ熊野古道ってずっとこういう感じなのかな。ね、そうじゃない、きっと。イメージはこんな感じだよね。ねえ、わ、滝近づけんじゃないこれ。うん、近づいてるもん。あ、出てき、すごい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 。お、世界遺産登録20周年だって。あ、すげえ。すごい、見て。うわ、だいぶ近くから見れるよ。すごいよ、ほら。すげえ、鳥居がある。すごい。うわ、めっちゃすごいやん。うん、うわ、迫力すごうわー、やばい、落差すごい、迫力すごいね。こんな高いとこから落ちてる滝初めてだね。ねえ、やばい。うわー、 133m。 うわ、神秘的。これはすごいね。いやー、すごい、迫力すごいな、マジで。なんかさ、段々になってるじゃん、あの岩が。うん、岩もさ、ゴツ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 してるからさ、そうそうそう、下の方さ、たくさん滝があるみたいじゃない。うんうん、わかるわかるわかる、ね、綺麗だな。これ初めて発見した人驚いただろうな本当で。すごい、さすが日本三名瀑だわ。ねえ、ねえ、岩肌ゴツゴツしてる。うわ、すごいね、迫力。うわー、すごい、気持ちいい。気持ちいいね、これは。周りのさ、木の感じとのコントラストが良くない。青もね、青空の青もね、うん、青空と緑と。これさ、あの下のところで滝行やったらさ、うん、首もげそうだねやっぱ日本三名瀑制覇しました。制覇しました、やったー、ありがとうございます。3年かかりました。いやー、嬉しい、嬉しい ね、 ね。え、これやりたい、これやりたい、これやりたい、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 やりたい。日本一のおみくじってでかいってことじゃないでかっ全然触れてないし笑われております。ゴリラかい出た、来た来た来た出た出た出た。お、7番、7番いいね。お、いい、いい番、ゴリラあるねいいね13、13、いいじゃん、13、いいじゃん。これはちょっとご利益ありそうだぞ。日本一のおみくじ引いてきました。あ、末吉、長吉うわ、微妙、中吉、中吉、小吉やん。小吉かよ、あんな頑張って振ったのに。くそー、辛抱すれば願望叶う。まず人を助けよ、おのずと叶うって書いてある。おお、いいね、うん、これは結んでいく。よかったね、うん、気づいてよかった。あんなでかいおみくじのやつめっちゃ人見てたよね、うちがやってる時なんかめっちゃ笑われてたよ、鼻で笑われてた、うん、あんなにやって小吉一番上につけたい人だから。いやー、欲すげー
もうこの差別化するってなってでかくするっていう発想めっちゃいい。確かに日本一だったもん、ねえ、うん、あんな見たことないからね俺らだいぶ行ってるけど全然シャッフルできないのいやすごかったね、すごかったすごかった、さすがだわ、日本三名瀑にふさわしい。今までいろいろ見てきたけどこれは忘れないわね。こんなにたくさん日本に世界遺産があるんだって思わない？そうそう、やっぱ日本ってやっぱ多い方なのかな絶対多い方だと思う。だよね、この国土考えたら多い方なんじゃない？那智大社への道すごっ、結構険しいね、うん、うわ結構登れそう。本当だ、車で行く方法ないの？時間も結構かかりそうだよ。車で行けるのかな。いやーきつそうだな。待ってちょっと急すぎんかこれ。すごいね、やばい。しかもすごくない？なんか杉の木が、うん、めちゃくちゃ急なんだけど大変やこれ。一生懸命途中まで登ってたんだけど車で行けるということを途中で気づいて、そう引き返して車で来ています。結構登ろうと思ったら大変そうだった。滝汗なんだけどね、すごかったね。途中までやばかったマジで、急な岩山ずっと登っていく感じだった。でも那智大社までの駐車場までなんか有料道路通るからなんと料金800円かかるんですけど、ああうちらはもうちょっと800円課金して歩くことを諦めました。やばい、きつすぎた。今日はちょっと時間もないんでね、時間がマジでない、はい、時短させてもらおうと思います。もう社務所の下に駐車場があるんだって。やっぱり歩くの結構大変だと思うな。岩だからね、しかも、うん、整備されてる感じではないか。車で行った方が楽だと思います。みんな車で来てるわ。やっぱ危ね、車で来た方が早い。マジでやばかった。車で来てよかった。死ぬほど汗かいた。 あそこからもうちょっと登ってたら終わってたよ。終わってたね、うん、着いた那智大社。この階段すらもう嫌だもん。うん、アジサイが綺麗。わあキラキラしてる。すごいね、綺麗だね。はあ、着いた。すごい綺麗。熊野那智大社すごい綺麗だね。めっちゃ綺麗。うん、気持ちいい、眩しい。あれ熊野古道を登ってここにたどり着いたら嬉しいだろうな。本当だね、ね、達成感あるかも。うん、気持ちいい。めちゃくちゃいいやんここ。風の音がすごい気持ちいいね。綺麗だね。うん、熊野古道もらいました。日本第一霊験所なんだろうこれ。日本第一霊験所って書いてある。熊野よかった来てね。めちゃくちゃ気持ちいいねここ風が、うん、風が気持ちいい。うわすごい、めっちゃ綺麗じゃない。ねえお堂だ。このさ下のさ庭がめっちゃ素敵なんだけど、うん、庭園があの壁は取れちゃう。これも踏まえ日本三名瀑なんだね。那智、うん、大社すごいね。マジですごい。那智山西岸都寺、西岸都寺世界遺産すごい。感動した。こんなにお天気の日にここに来れて本当に良かった。ここにもおみくじある。ここにもある。ここにもおみくじあるね。感動した。すごいわ、高いところにある。来てよかった本当に。天気がさ今日めちゃくちゃいいじゃん、うん、本当にこんな天気の日に来れてよかったね。そう、最高のコンディションだったよ。うわすごいな本当にこの山ね。最高や。和歌山に来たらここは絶対絶対みんなに来てほしいわ。ちょっと行くの大変だけど。那智大社めっちゃ感動した私。よかったね。うん、今日すっごい天気良かったからこの天気の日に来れたのが正解だったんだと思う。そうだね、本当に良かった。和歌山来たらもうぜひ行ってほしい。行ってほしい、ね、熊野古道楽しそうだなって思った。大変そうだけどちょっと興味出てきました、ね、次はですねお昼なのでお昼ご飯を食べに行きます。はい、那智勝浦のマグロを食べるという。めっちゃ嬉しい。そう、私たちの念願の那智勝浦のマグロをいただきに行きたいと思います、はい、結構3軒くらいねおすすめ
すすめのお店が来ていて、 そのうちのね一つ竹原さんっていうお店に今向かってます、はい、マグロの刺身定食があるらしいよ。それめっちゃ嬉しいわ、ね、マグロ丼のお店で山木っていうお店もすごくおすすめたくさん来てた。丼の上にね山盛りのねマグロが乗ってる感じ。丼だったね。そう、そっちの方がねなんか映えインパクトとかはあるかもしれない、うん、私たちは竹原に行きます、はい。なんだこれ、マグロが炙り炙ってある。ありがとうございます。ありがとうございます。お、来た。うわ、やっぱ美味しそう。満員、満員。10人ぐらいのカウンター。美味しそう。美味しい。いただきます。めっちゃ美味しい。うまい。油とろけるわ、うんうん、玉ねぎとこれマグロだよ。あ、はい、うま、ん、すぎる。乗ってる、うん、大トロ。そう、もう一個分厚いね、一個一個が。うめ、おいしいな。いる飲んでんな。うまそうだな。うまっ。うん、おいしい。最後取っといた。あれ、ね、はい、どうぞどうぞ。おいしい。ニーヤンがね今から1時間くらい打ち合わせになっちゃったんだって。私一人で那智の街をプラプラしております。地名が築地っていうんだけど面白いね。氷？駄菓子の糸。え、駄菓子屋さんかな。駄菓子屋さんだ。やってんのかな。駄菓子買いたいね。ちょっとニーヤンにお金もらってこよう。ニーヤンの財布から300円パクってきました。駄菓子買って海行こう。恐竜ワールド気になる。今駄菓子2つ買ってまだ200円ちょっと余ってる。1回だけやっちゃえ。お、すげえ、やばい。結構クオリティ良くない？お、ステゴサウルス。思ったよりめっちゃクオリティ高いじゃん。え、かっこいいんだけど。まだもう100円あるんだけどどうしようかな。かっこいい。うわ、かき氷も美味しそうだったんだよな。200円で買えたんだ。かき氷はでもニーヤンと一緒に来るか。喉に一番黒飴？ナチクロ？黒飴ってさっきからちょくちょく見るんだけど何なんだろう。水飴みたいな感じかな。綺麗。なんかいいとこ。あ、にぎわい市場。ちょっとあそこ面白そうじゃない？にぎわい市場だって。マグロ直売って書いてあるよ。気持ちいい。すごい綺麗。うわー、すごいブルーシールがある。あー、来た来た。勝浦漁港にぎわい市場でかっ。え、待って、え、過去最大。え、マジ。全長 2.74m、 450kg。 あー、美味しそう。国産生シロップのかき氷だって。マグロの土産がいっぱい買えるのかな。すごいな。あ、ここにいろいろマグロ専門店がたくさん入ってる。マグロのお寿司。うわー、ここで立ち食い寿司最高。やばい。うわー、すごい。これブロックで5000円。マグロ、ビンチョウマグロ。お刺身代に300円でご飯味噌汁付きだって。あ、すごっ。マグロ屋さんがいっぱい入ってた。で、ここでね、多分セルフバーベキューって言ってね、釜焼きとかね、焼いてね、食べることできるみたい。こんなとこがあったなんて。さっき駄菓子買わずにこっちで使えばよかったな。
もう残り100ちょっとしか残ってないんだよ。何も買えなかった。足湯もあった。このにぎわい市場のすぐ横に足湯もあった。もうちょっと暑いから全然足湯に浸かりたい気分ではないけど、これ何？水だった。どういうことだ。これは多分ステゴサウルスだと思うんだけど、こっちがパキキファロサウルス近いのかな。ステゴサウルスとパキキファロサウルスっていう結末にしときますか。とりあえずニーヤは今何の打ち合わせをやっているんだろう。何かまた新しいことが始まるのかな。私はもう YouTube しかしてないから、それ以外のことを本当に何も知らなくて、バンダラストのこと、イベントのこと、ポップアップのこと、お金のことも何にも本当に何にも知らないから、毎月いくらもらってるとかも知らないし、どんだけ貯金があるかってのも知らないし、毎月どのぐらいお金がかかってるかってのも知らないし難しいことはもう全部ニーヤがやってる。本当に YouTube しかやってない。 YouTube と SNS を遊びでやってるだけで、仕事はニーヤしかやってない。早く終わんないかな、ニーヤの打ち合わせ。綺麗。すごいね。大自然だね。めちゃくちゃ綺麗。こんなたくさん山が。山でかすぎる。でかいね。和歌山ってこんな場所なんだね。めちゃめちゃ綺麗じゃん。なんか急じゃない？そうだね。崖というかさ、ほんとほんと道の駅がある。熊野川綺麗。綺麗だね。今ですね、湯の峰温泉という温泉に向かっています。那智、はい、からね、車で約1時間くらいかかるところなんですけど、山の方ですね、はい、坪湯っていうところがあって、なんか世界遺産の温泉なんだって。世界遺産、世界遺産に入れる温泉。そう、その坪湯が世界遺産に登録されてるの。で、湯の峰温泉もすごい雰囲気があって良さそうだったので、ちょっと湯の峰温泉に足を運んでみようかなと思います、はい、坪湯が3人とか4人とかでいっぱいになっちゃうぐらいの広さしかなくて、だからみんなで一斉に入ることできないもんで、しか30分とかで交代番号なんだって。だからグループ一緒に入れるらしいよ。あ、じゃあ家族風呂的なことになってる。そうそうそう、風呂いいやん。いいよね。ちょっと楽しみなんですよ。景色が綺麗になっております。ね、横に熊野川っていう川が流れてて、それがね、めっちゃ綺麗。綺麗だね。白っぽい、そう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 、ミルクがかった青、本当だね、すごい川、いい感じの色なんよ。すごい、和歌山って綺麗だね、今ね、湯の峰温泉に着いたんですけど、面白い出会いがありましたね。めちゃくちゃおもろい出会いあった。ライザタミンの視聴者さんが、ボードミラーを見つけて、ずっとついてきてくれてたみたいで、今この駐車場で話しかけてもらったんだけど、そう、この間行ってたリゾート大島、キャンプ場、経営されてる方で。そうそう、奇跡すぎる。で、しかも、白浜の方でもグランピング施設をやってるんだって。そう、サウナとグランピング。そうそう、知事もぜひ来てくださいって言ってくれたので、明日泊まりに行くことになりました急遽そう、ちょうどね、明日白浜の方行こうと思ってて、そうちょうどいいから、そう、じゃあ明日行こうかなってことで、明日行けますって言ったら、明日あのグランピングってことになりました。はい、いや楽しみだな。うわ、もう匂いがする。こことかもさ、旅館なのかな。趣あるね。いい雰囲気だけどね。旅館っぽいような。でもすごいね、この視聴者さんもね、坪湯はめちゃくちゃいいです、おすすめしてたね、言ってた。よかった。いや楽しみだな。素敵な温泉街だね。東屋、やっぱり旅館だったよ。旅館雰囲気すごい。ちょっと外国の人とかが好きそうな。築何年なんだろうね、うん、これもう温泉なのかな。うわ、香り、すっごいような香りね。え、本当だ、匂いがすごいね。うん、あれ温泉じゃん。だよね、温泉って書いてある。嘘、入れんの。いや、汲み取りの禁止って何。なんだろうね、温泉卵とか作るやつかな。あ、卵専用だって。あ、やっぱそうか。
女よ、ここかな、つぼ湯。ちょっと聞いてみよう。つぼ湯のチケットを受け付けて買いました、うん、そう。先に入ってる人がいるらしいから、その人たちが出てくるまで待って30分間入れる、はい。ここはシャンプーもリンスも使っちゃいけないから、そう、本当に使われだけだね。多分ここにいてねってことだよね。なるほど。前の人どのぐらいなのかな、さっき入ったばっかなのかな。ね、これがつぼ湯なんだ、うん、この中にあるんだね。うわうわすごい、うわすごっ、温泉がある、すげえ、すごい、すごい空間だな、うん、狭っあ、暑い、結構暑いよこれ。水入れて、入れないんじゃない、ここの鍵が閉まらない、もはやちょっとドアが開いてるどう、暑いけど気持ちいい、気持ちいい、うん、暑い、結構暑い。うそ、気持ちよさそう。足つかない。怖い、本当に。あ、なんだよ、なんだよ。あー気持ちいい。だいぶ気持ちいいわ。うん、気持ちいい。うん、気持ちよかったね。めっちゃ気持ちいい。体は芯まで温まった。手に戻って、一般のお風呂に入るって感じ。そう。で、体とかを洗う。そう、いい温泉だったね。めちゃくちゃいい温泉だった、ね、久々にあんな泉質の濃度の濃い温泉に入ったって感じ。ああ気持ちよかったわ。温まってる。その後すぐに歩いて、この風に当たる感じが気持ちいいよ、ね。がやってくれました、ありがとうにゃん、うん、もう全部今日はスーパーで買ってきたお惣菜です。を温め直しただけなんだけど、これ焼き鳥、これ麻婆豆腐、これはせせりをにゃんがモカニシで焼いてくれました。俺男梅サワー、男梅レモンサワー、梅干しサワー、梅干し、ありがとう。こつ焼酎ハイボール梅干し割り、男梅、男梅、あ男梅、今日もバンダーラストの新作パイントグラスでいただきます。幸せや。また夏前にね再販できそうです。はい、かわいい、かわいい、やだ、かわいい、これ本当にかわいい、マジで気に入ってる。お疲れー、お疲れー。これ美味しい。嘘、美味しい美味しい。お、でもマジでなんか梅干しサワー、ね、だいぶ再現してるね。ね、してるよね。あ、和歌山のさ、美味しい梅干しでさ、梅干しさ。あ、いいね。でもちょっともったいないよね。そんなことできないわ。いただきます。みんな、ありがとう。せせりマジうまくね。うん、大好き。うまい。せせりって安いじゃん。うん。つまみ最強じゃない。うん、最強。私はごぼうサラダも食べる。オリックス、今日のオリックスは勝ったよ、もう 2-0、3 連覇よ。やったー。あ、3連勝よ。3連勝、3連勝やったね。巨人相手にヒット、よし、1本ヒット1本やったー。野球ってマジでいっぱいあるから、うん、なんかほぼ毎日のようにこの会話してて楽しい、ほんと楽しい。マジ野球選手に感謝って感じ。ほんとだね。うん、おいしい。アメトークとか見る？うん、はい。ニーヤンは今日飲みすぎです。やばい、飲みすぎちゃった。飲みすぎです。本当にお酒いっぱい飲んでました。ニーヤン楽しかった。楽しかった。うん、うん、もう4年も一緒にいるのに毎日話してもお話が尽きないね。うちらはそうじゃない。ニーヤンなんで？やっぱ俺の能力が高いからかな。違うよ、違うよ。やっぱうちがめちゃめげずに話しかけ続けるからだよ。ニーヤンにニーヤンにどんなに無視されても。あ、でもマジでマミの話しかけてくる量はちょっとえぐいわ。えぐいでしょ。だからうちと一緒にいるからニーヤンは毎日楽しいんだよ。
マミのおかげなのこれ、もしかしたら。そうだよ、よかったね、おしゃべりの奥さんで。口よりは全然おしゃべりの方がいい。そうだよね。だから度が過ぎてるパターンはちょっときついかもしれないけど。